占い。こんばんは。なんかレフ塗ってない。こんばんは。レフ版ヨッピーミヤランフー君、フクちゃん、金融家人、リンタロプリリ、ユンユン、ライアーテール、フーちゃん、ヒコ太郎、ジンタン、アキラ、ヒロアキ、ヤン、サトピ、ショウゴ、レフ版、タカヒロ、エイソク、リカ、シュン、ウリキチ、ウミ、バス、ドラッキー、ルー、ゴーバーゾン、ゴキザリ、イ、エイイン、ジョータロ、ツマサ、バス、ドラッキー、ウミ、ウリキチ、いたかな。こんばんは。ね、見て。今日ちょっといっぱいお花つけてきた。楽しんでますね、本当に最近は。よいしょ。なんかこうみなせいのりさんを目指してたら方向性が変わってくるっていう、もう自分の好きな方向性に行き始めた。アップデートしたら本来マジで、私もアップデートしなきゃ。勝手に来るんよ急に。よいしょ。ちょっと服は、まあ、意識しましたけど。もろこしツンチン、ヒノアキ、マーライオン、ミッキー、サクラカーペット、ショウゴ、中梅、トミクマ、こんばんは。どうも、翼読んだかな。ヤホン。みなせさんを意識しすぎた結果、なんかひものやつをカウントしたんですけど、なんかひものやつが結構なんかなくて、全然ね。ちょっと今日はリボンにした。見て、リボン。なんかあの徹子の辺さ、黒柳徹子さん頭からこう雨出てくるじゃん、あんな感じ。そう、今日はちょっとラペンツェルみたいな感じで。あちゃこんばんは。そうっていう感じでございます。シーマのあと2日で誕生日なんですけど、シーマの自分に誕生日プレゼントをもう買いました。早いね、非常に早い。スーさんこんばんは。これより画像企画してんかな。うずらさんってしくれたの。ヨッピンかわいい、ありがとう、ありがとうございます。メルタン、ムテンルーシ、リンタロ、ひなき、こんばんは。シーマの自分に誕生日プレゼント買ったの見る。自分のリュックが欲しいって言ってたやん、ずっと。で、なんか本当はね、スポーツリュックみたいな、なんか60リットルぐらいのリュック欲しかったのに、なんか方向性を間違えて、結構ずっと欲しかった。半年、1年ぐらい前から欲しかった。半年前かな、7月ぐらいから欲しかった。いつなんだっけな。テランナリュックを買いました。楽しいね。リト通勤傾向通過駅、ステッペンさん、こんばんは。いいでしょ。いいでしょ、かわいいでしょ。これがなんかプレゼントのなんか何、レターボックスみたいになってて、なんかプレゼ、なんていうの、お手紙みたいなイメージなのってっていう感じで、こう押すと開くんですよ。開く感じで、ここが B5 が入って 700ml のペットボトルが入るんだって。っていうリク買っちゃった。ヨッピーありがとう。で、明日早速使うから、もう荷物入れてて、もう充電器とか入れてて、島の私物チェック全然、ケープとマトメージュと、あとこれがね、化粧用品の筆とかが入ってないやつ、ホストアイドルの化粧用品に入ってて、これは7000いくらだっけな、7700円ぐらいだったんだけど、なんかクーポン持ってて、なんか500円引きになって、全然知らなかったら500円引きになりますよとか言われて、え、そうなんですかみたいな感じで、でなんか500円引きしてもらって7200円ぐらいでゲットしました。どこで買った、これフィントっていうお洋服ブランドのなんだけど、そう、使いやすくさ、最高。
私もね今ニキビあってさ、今チップみたいの貼ってんの全然わかんなくない？すごいよね。韓国コスメなんですけど、さすがだわと思って、美容の最先端行ってるなって思った。エインハート100個ありがとう、ありがとうございます。すごいね、シガちゃんヤッホー。上からメイクとかしなくても、多分してないと思う。すごいよね。あ、でもなんか下になんか化粧水とかつけて、であのちょっと日焼けしたら危ないからと思って、一応なんか日焼け止めみたいなのも塗っといた。こっちがね筆とか入ってるの。こっちになんか前髪留めるやつ。待って、割れてんだけどこれ。え、待って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 、え、割れてる、超ショック。これ、まあ、ダイソーだからいいんだけどさ。とかあのベースとか入ってる、アイラインとか。うん、佐々木さんこんばんはみんなのせいでシーマナにニキビができたとな。リオンくん、あ、久しぶり、ヤッホー。え、待って、リオンくん、俺待って、俺さ、ちょっと待ってて、これリオンくんの俺やろうって思って置いてたんだけど、ちょっと今ないや。ピューピュー侍、目玉焼き大臣こんばんは、クネグマンバイヤー、バルサ飯。あとさ、ピラニー、ピラニーの今お礼たまってて、ピラニーとホメロンと、あと聞いて、桜のさ、てかこれ書きました、800日の俺と、あと桜のさ、多分書いてきたんよ、これ2ページにわたってね。けど今いないっぽいんで、フッシーいないっぽいんで、来たらお礼します。リオンくん、ありがとう、ありがとう。え、リオンくん来てくれるの、広島来れるの。あれ、よっちゃんこんばんは。うん、エイン卵ありがとう。うん、え、 T シャツ乗って、え、バルサメシありがとう。何のメッセージついてたの。よいしょ質問なんだけど、いつも好き好き俺の弾く、昨日めっちゃ弾いてた気が、特に何も持ってないです。いるの忙しいのかな。え、なんかみんな言うじゃんね、コメント欄広くなったって。ちょっと何言ってるか分かんないんだけど、私さ、まだアップにしてないからさ、え、何のことみたいな感じなんだけど。うん、ちょっと大きいって言っちゃった。なんか L サイズしかなかったんだよね、多分。新物も L サイズしかなくて、面白いよ。シーママが注文しててさ、自分のメッセージ届いたんだけど家に、ね、そんなことある？これ書いたんだとか言われて、いや書いたんだじゃなくてさ、なんで持っとんのって。うん、よいしょ、まあ、シーママの自分へのタンプレでした。買っちゃった。ついに買っちゃった。超悩んでたんだけど買っちゃいました。よいしょ。うん。赤いダイソー、お疲れ様です。え、部屋間違えすぎじゃない、小沢さん、ヤッホー。うん、マインド新物の咳込み、嬉しいよ、嬉しいけど、なんか引くとかいう感じはない、特に。うん、なんか、え、なに、え、なに、またやってるとかは特にないです。トミくん、ピヨピヨ、ピヨコちゃん、ありがとう。うん、キャリーバッグに荷物、え、入れたんだけどさ、キャリーバッグ荷物入れたんですけど、なんか握手会とかじゃないじゃん今回、だから普通に服しか入れてなかった、衣装入れてないじゃん。え、ってなると全然物はなくて、なんかキャリーケースのなんか3分の1ぐらいしか荷物持ってなくて。え、でもキャリーケースめっちゃちっちゃいやつだよ、あの2泊3日用、2泊3日なんだよ私。そうなんだけど、え、2泊3日用の3分の1しか入ってない、あの1泊2日がめっちゃちっちゃいやん、あれの1個大きいやつ。でも海外用とかじゃないし全然。うん、びっくり。トミカありがとう。たま持ち物チェック、いや入ってるんよ。神奈川の宝がいなくなっちゃうぞ。でさ、あのセブンネットのさ特典なんです今回、アルバムのあの特典なんですけど、なんかさ新物さ今回めっちゃなんか
みたいな顔じゃなかった？え、あんな顔しなくない普段。なんか船田さんから CM のなんかいいみたいなの来たんだけど、え、こんな顔したっけみたいな、びっくりしちゃった。え、なんか最後だったしさ、最後だなって思って、ジャケットとか全部なんか普段しない表情もしとこうって思ってたのが使われたんだね、きっと。うん、かしこまってたってなんか結構ぶりっ子みたいな感じだった。うん、なんか好きって言ってみたいな好きって言ってみたいな、なんかそう、なんか甘えん坊系だったよね。なんかね、なんかあんましない表情でした。あんましないじゃんと思って、ちょっとごめん、マニキュア塗りまーす、よいしょ。全然塗ってなくてさ、やばいやばいっつって、やばいやばいって。これ一昨年かな、貼っとったにタンプレでもらった。なんかでも前回なんか黄色いベージュのさやつ塗ったら色素沈着いっちゃって、手にベージュのマニキュアが。なんかね、黄色いの今指わかるかな、これ黄色くなっちゃった。うん好き好き、ありがとう。うん、時デートの時の、え、告白待ちだよ、告白待ち。最後に別れ際にあの好きって言ってみたいなそうそう、すねちゃうぞ。なんか、うん、みかん食べ過ぎた。え、なに、みかん食べると本当に黄色くなるの指とか。ちょっと体験したことないんだけど、いい感じ。え、黄色くなるんだ。シャネルタンこんばんは、マルセこんばんは、クマオこんばんは、ユキヤッホー、チョーキえ、なるの。え、さ、それ何日ぐらいで落ちるの、そのみかん食べたいえ、私そんなにみかんさ食べない。なんでかっていうと剥くのめんどくさいからさ、まあ好んで食べないんですけど。あ、でもいい感じになってきた。どうどう、やっぱでもちょっと消える、この2つの指がめっちゃ消える。この指すごい綺麗になってきた。ふじっきん、あった、つっちこんばんは、わたるこんばんは、とみっくま3日ぐらい、え、しんやこんばんは、いでやん、あくていじこんばんは、みかんめいてあげる、お願い神話の町で剥くのめんどくさがるから。うん、みかん白いのも取ってツルツルに。あーね、わかる。ともじゃん、やっほん、ありさめこんばんは、100回目訪問だって。すごい、100回目訪問ありがとう、ありがとうございます。ゲーム見た？え、多分まだ見てない、ごめん。うん、わかんない、見たかもまだ見てない今日全然。うん、消し物のね、ちょっと幸せの旅に出てきた今日はね。消し物なんか今月ね2日お休みがあって、その1日だったさ。うん、今日はね幸せの1日でござした。みかん面倒なら他の果物どうすんの。みかんめんどくさいけど、グレープフルーツとキウイが一番めんどくさいと思う。だシャインマスカットが好きなんです、私。剥かなくていいやん、あれ。シャインマスカット好きです。黄色いわやっぱり指完全に色素沈着してる。みかん上から下からどっちから剥く。あー、下です。うん、そう、グレープフルーツやなの。いちごはねアレルギーなの。うん、かずきこんばんは、わたるだるまさんありがとう。大変なのわか、うんじんたんどうした。えちゃん好き。えレタさんありがとう。上から向くときれい。え、そうなの、なんか下からのがきれいって聞いたんだよね。わかんない、何が本当かわからない。まあみんな自分を信じてどんな時もね、どんな時も。黄色いわ、ダメだ、これ取れない。ある意味だからいいんだよね、この色の付き具合がいいっていう意味で。マジで本当にすごいことなんだけど、え、本当に取れないんだけど、どうすればいいってぐらい黄色いわ。うん、
食べる前日にぶん投げると甘くどういうこと？うん。かずきこんばんは。今日は一日でしたか。なんかね変な文章送ってたよね。マルサだるまさんありがとう。なんかファンレベルみんな上がってる。うん。ありがとう。ファンレベルっていうのは CM のファン？それともなんか相対していろんなルームに行ってファンレベルが上がってきてるのみんな。そう気になるんですけどどういうことですか。あ809日ありがとう。このルームなんだ。わあ垂れるよ。これやばいよ絶対。ありがとう。うん。新物のルームなのね。ありがとうございます。垂れる垂れる。で綺麗でしょ。ね見てめっちゃ色素沈着してる。超黄色いんだけど。やばいマジで。指やばめです。でもこういう時に乗らないとさマジで私。結構せかせか動きたいタイプなのね。本当にそうなの。わかるかもしれないけど私ずっと動いてたいタイプじゃん。ありがとね。ずっと動いてたいタイプだからだから普通にねまともに塗るとマジでいろんなとこにテープつけるんですよ。ああみたいな。ああでだからでこういう時にあの、ね、やばいめっちゃ色素沈着してる。明日ライブだからさ一応ね指だけでもとか思うやん。よいしょ。ああ私ねでも左利きじゃないからねマニキュア塗れないの右手にめっちゃ難しい。よいしょよいしょ。ダメだもう本当に黄色い今日黄色い人族になっちゃった。よいしょ黄色い人族だ。よいしょ。 OK。 アリサナレインボーありがとう。レインボーの星ちゃんありがとうございます。ターボーこんばんは。プリキュア塗っちゃいます。やばないプリキュア塗っちゃう。うん。アップデートの CM のご飯の名前つけれるらしいよ。早くアップデートしてシーツルってつけて。どういうこと？え、どういうこと？何それ？うん。あ、サイン会発表されました。サイン会やるんだね。サイン会。うん。ライブ視聴者のファンネーム設定することができる。そしたら CM の CM のスキーズにするからね。申し訳ないけど CM のスキーズは譲らないからね。CM のスキーズってつけてみんな自分で CM のスキーズですって言わせる。シンチェルなんて言わせないから。やっぱりさなんかこれからさもし芸能続けるとしてさシンチェルって時説明大変やん。それも立つべきだと思うの。したら一言で「あっ CM のこと好きな人たちなんだね」みたいな「CM のスキーズ」でみんなも「あっシーマナスキーズの」みたいな感じで。うん。したらねこう名前も売れるし。うん。しーちゃんこんばんは。そうです。これを機にねやっぱ負の遺産を全て消し去らなきゃいけないから。しーちゃんとしてやってきたのも良かったんですけど、なんかしーちゃんっていうのもね、なんだろう、説明が大変。わかる？うん、これかな。シーマナスキーズは全部ひらがな。めっちゃダサいでしょ。でもそれがいいんです。そのダサさがいいんです。うん。あでも好き漢字の方がちょっと語呂いいか。うん漢字でしよう。シーマナスキーズもう LINE 来た。誰シーマナに LINE 送ってきた人。よいしょ。マニキュアしてるんですけど今度触っちゃうからよくないの。どんな時もレノトソだ。セブンネットの話だ。うん。あシーマナスキーズかっこかにありだね。うん。シーマナスキッパーシーマナスキッパーじゃないもん。埋まってきたもん。うん。ちんちら5月31日はすごいね急な報告で申し訳ないんですけど知らなかった人もきっといる中で
ぱりこういうのはねちょっと言いづらいこともあるんですけど、やっぱ一番はやっぱり今コロナがあって、新型コロナウイルスの流行がありまして、こちらのせいで思うように活動することができず、うん、ちょっとシーチルとしてのやっぱり活動が閉ざされてしまうことも多くてね、そうあんまり良くなかったんで、ちょっと5月31日をもってシーチルは解散させていただきます。すごく残念なんですけど、あの最後のライブは5月の31日のライブが終わったのショールームの方で終わりを迎えたいと思います。すごく辛いですけどね。ということでね、6月1日から皆さんは、皆さんの名前は CM のスキーズに改名です。おめでとうございます。おめでとう。カッコ仮にしとく。今カッコ仮、一応6月1日まで CM のスキーズカッコ仮ね。プリリカッコいい、ありがとうございます。うん。シアのスキーズかっこかりでいきましょう。まあそっからね、すごいめちゃくちゃかっこいい名前とか思い浮かぶかもしれんやん。シマナーズとかさ、シマナーズとかさ、芸名になるかもしれないじゃん、6月1日から。うん、6月になったらシーモナスキーズすらも変わるかもしれない。止めそうですし、シーモナーズとかね、そうなんかいろいろかっこよくなるかもしれないから。そう、島の応援隊、島の応援隊が一番いいと思うけど、シーモナ応援隊、うん。おもろすぎん、ね、何があるか分かんないですかね。急に解明欲がもう本当に爆発して、6月の1日から白石麻奈改め、見たらい、見たらい麻奈子とかになるかもしれないじゃん。見たらい麻奈子になったら、うん、麻奈子っちとかになるかもしれないじゃん。うん、わかんないじゃんその辺ね、わかんないから、とりあえずカッコ仮で。待って、モナコっつったのにモナになってんだよ、モナコになってんだよ、モナコになっちゃってんのよ、なんでやねん。モナコッチよ、いいじゃん、モナコッチ、モナコッチのみんなっつって、うん、見たらいモナコだよって言って、マナコっちのマナ意味ないモナコになってんだよ。秀丸元平こんばんは。あ、名前がないよ、こんばんは、うん、あ、今日やこんばんは、え、どうどう。まあまあな、まあまあな、やばい、うん、いやもはやもうあのチョコモナカジャンボの、え、モナコ違くね、モナカ、え、モナコ違うじゃん、もはやモナカにして、でその CM を撮るためだけにこう生きるとかね。あれ自体もすごい CM なんですけど、あのその CM 撮れたら引退みたいな。ずっと永遠それについて喋り続ける。うん、モナカに人生かける。見たらいモナカ。トモくんありがとう、ありがとう。モナカ限定になるかもしれないし、うん、何があるか分かんないですからね。爪きれいになった、うん、キラキラして、うん、見たらえもなか。やべえ名前だぜ。でも一番こういう名前がいいなって思うのはやっぱり高梨もなこ。高梨もなこです。みんなの心にもなこいっぱい、あんこみたいに甘いもなこいかがですか、イエーイ。
こんばんは。うん、モナコ、モナコですよね。うん、うん、高梨モナコモナコーズで、だからモナコーズのみんな、モナコーズのみんな、こんにちは。高梨モナコ、みんなの名前覚えていてね、イエイ、うん、ね、思った。私もコンフィデンスマンだなって思った、うん、でなんかみんなの心にモナコー、みんなに必要なのはモナコーみたいなもう何も関係ねえよ、うん知らない、どんなく宇宙で、それな、今日宇宙にいるわ、うん、あーうまっ、苦いなこれ。いつもふんわりラテ飲むからさ、けどドトールのコーヒー香るカフェオレオレてかさ、広島明日行くんですけど、広島の皆さんこんにちは、高梨モナコです。あのすごくね距離がありますね、やっぱり、うん、ちょっと久しぶりに行くんですけど、出身は私広島なんですけど、ちょっと記憶はほぼなくて、よいしょ、ピンクペダル、うん、高梨はあの小鳥が遊ぶ方の高梨、うん、見上げ買う時間、え、どうなんだろう、わかんないんだよね。ともハートやっか、ありがとう、ありがとうございます。だからこの自分のね誕生日に、自分の誕生日プレゼントに買ったこのカバンちゃんを持っていくので、帰ってきたらあのね、なんか同級生のねすごい仲良かった子がなんかあの美容やってるらしくて、なんか新聞の人生初マツパかけるかもしれん。そう、ちょっと今ね、今話してんのいいし、トモハントありがとう、うん、まつげ、まつげパーティーまつげパーマ、なんかまつげクリーンってなるやつ、うん、ケイちゃん、ケイちゃんじゃないよ、うん、お好み焼き食べるし、え、どうなんだろう、でも食べたいよね。でもね、今日一人で銀だこ入ろうって思ったんだけど、ちょっとさすがにその勇気なくて最後チキっちゃったそう、うん、旅行も込みにしてしまう、ね、行きたい、うん、銀だこ鬼滅、え、今からじゃないの、銀だこの鬼滅、バレさん飯おやすみ、うん、行かないだろ、でもクラスターね、まあラサイはもうクラスターしてるからさ、新物はちょっとオミクロンにはもうならないと思うんだけど、何日くらい待って、人生初なんですよ、だからちょっと気になるところ、うん、トモハート500個ありがとう、ありがとうございます。なんかダメだった、なんか居酒屋銀だこみたいなあるじゃないですか、あそこに入ろうと思って、だって1個4つ入れだからさ、ちょうどいいやと思って入ろうと思ったんだけど、まずお酒飲まなきゃいけないのかなみたいな、ここ入ったらね、え、ちょっと先酔っちゃったなって思って、ね、でなんか結構もう出来上がってた中が、ね、いやこれ入れないわって思って、シェムの最後立ち食いそばを食べて帰ったつら、うん、総理おいで待ってるよ、まことフォローありがとう、のりぴーさんフォローありがとうございます、ありがとう、ぜひねあのツイッターのフォローしてってくださったら嬉しいです。目標は5月31日までに1万4000人いけたら、まあ一番バンバン歳なんですけど、え、立ち食いそば食べたんだけど、でもねあのうどんしか食べれないから、うどん食べた、うん、銀だこが10個言う、え、すごい、あの箱のやつパーティーセットみたいな、うん、え、そば苦手なのそう、え、なんかねパサパサしてるてかね、そばが苦手ってうどんが好きなんですよね、うん、なんだけどあの梅本っていう立ち食いそばうどん屋さん、わかりますか、結構いろんなとこに多分あるんですけど、新宿にあったの、西口に、でなんか最近西から南
口のあたりになんかできたなって思ってたの。したらなんか2個あるんだって思って、でなんか南口、南か西らへんの方を間のとこに行ったら、なんかいつもと雰囲気違って入れづらくて、いやなんかいつもと違うからやっぱり西口のとこ行こうって思ったら、西口なんかめっちゃシャッター街になってた。西口全然やってないもん。うん、田舎の梅、すごい、梅元知ってる？え、みんな知らないの？なんか梅に元がひらがなの。そう、竹下貼ってありがとう。え、なんかちょっとあのなんか結構今日はなんかね、島のなんかなんだろう、意思がはっきりしてなかった日なの今日。うん、あ、そう、梅本、それそれそれ、竹井館ハンドヤックありがとう。で、CM の的に梅本にあるラーメンがすごく美味しくて、知ってる？なんかね、ラーメンセットがあって、土曜日かなんかがマグロネギトロ丼セットなんですけど、それがマジでうまいんだけど、なんかラーメンがね、なんかなんて言うんだろう、すごいなんか家系とかじゃなくて、なんか学食のラーメンの、なんか懐かしい味がするの、醤油ラーメン、あれがすっごい好きで、シーマナで、それで食べたかったんだけど、なんか雰囲気違って入れなくて、で結局なんかいつも行かない立ち食いそば行ったから、からなんかちょっと入りづらくて、なんかメニューも全然わかんなくて、期間限定のなんかよくわかんないの食べちゃったイノシアンバラありがとう。お誕生日ありがとう。24歳になる。うん、金沢せいで食べてみたいな。ああ、そう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 、ネギトロ丼とラーメンめっちゃ美味しい。うん、手違いで25日ね、めっちゃ先やん最近エビの話してない。確かに最近エビ食べてない気がする。え、でもなんか食べたくないとかじゃなくて、普通に巡り合わない、最近エビに。なんでだろう、弁当とか食べてないから。いつも行かないところの方がハードル高くない？なんかでも立ち食いそばは私どこでも入れるんですよわけわかんない性格してるでしょ。もうね、立ち食いそばはマジでどこの立ち食いそばも入れる。富士そばも入れるし、箱根そばも入れるし、で梅本なきゃちょっとラーメンどうしようか悩んじゃって入れなかった。今日はね、なんだっけな、なんて立ち食いそば行ったんだっけ、ちょっと覚えてないけど。うん、皆さん貼ってありがとう。横浜に勝ちました。エビ天、エビ天高くてつけなかった。そう、皆さん貼ってありがとう、100個。うん、あ、くまこんばんはくそ、横浜泣き、つやつや、ちょっと黄色いよね、色素沈着して。富士そばで CM のチャンスがいるで、普通に。うん、でも私丸亀製麺が好き。うん、バックハウスこんばんはね。CM のなんと CM のね、妹がね、まるちゃん誕生日だからっつって、あれおごってあげるよっつって、で肉ドレス丼食べに行ってきたなんだけど、結局は自分で出したんだけど、あ、いいよいいよって言って、うん、まあ姉貴だからな、さすがに。そうで、ちょっと出したんですけど食べちゃった今度ツイッター載せるね、ちょっと時差で載せようと思ってんだけど、まあみんなには言っちゃう、来てくれたから。以上、新物なんか食べた、見てこれ激うまだったから、そんな顔知ってるでしょどう、美味しかった姉貴幸せそんな顔しとるんよ花村あんま行かない、うん、店員さんなんか服だけ写ってる、お洋服だけ姉貴ね幸せだった。うん、トミックも可愛い、ありがとう
姉貴写真撮ってもらったんだうまかった。なんかね、あのこの大きさが一番いいらしくて、この大きさだった。これ妹子なんだけど白くなってる。美味しかったです。めっちゃ美味しかった。なんか3分の1になったらなんか出汁を入れる、渋谷行ってきたんですけど、なんか高田馬場もあるんですけど結局渋谷に行きました。うん、なんだけどあの出汁を入れるんだけど、出汁がすごいもうはーって美味しくて、でもなんかすごいね、もうこうやってこうあるじゃないですか、このこうウニがあって、でこの中になんかポコってちょっと膨らんでるとこにマグタク入ってて、マグタクとかを全部食べて肉だけにして出汁を入れるとなんか生臭さもなくてすごい美味しいって感じ。うん、でちなみに昨日食べたご飯がこっち昨日はこれ食べたやばいよね、最近新物魚しか食べてない。なんかウニ大好き女。あと今日はあのマシロちゃん見てきたと何やってんのって感じなんだけど今日、うん、え、うちの妹子マジで可愛いからさ見せたいんだけど、多分妹子にめっちゃ怒られるからさ。え、うちの妹子マジで可愛いんだよ。うちの妹子ほんと可愛いんだけど、見てこれめっちゃ可愛くない、うちの妹子可愛いわそう、え、マジで可愛い。やばいやばいやばい、うちの妹子かわいい、かわいい、めっちゃかわいい、めっちゃかわいい、うん、そうなんだ全然似てないよ顔は。ちなみに、うん、そうなんですよ。美味しかったです、すごく。なんかでもこうやってこういう写真を撮ってた、私は写真撮ってたんだけど、でも最近の流行りはなんかこの画角らしいって聞いた。うん、声似てないよ。えい、ありがとう、卵ありがとうございます。どう違うんですか、妹子の方がハスキー。私ハスキーじゃないじゃん、あんまり。妹子ハスキーな、ハスキーボイスなの。そうで、なんか高くて私が真似するとちょっとミッキーになっちゃうんだけどこれね、肉ドレスなんだっけ、肉ドレス丼みたいな。うん、たまちゃんかわいい、ありがとう。ありがとう、ありがとうございます。ははは、明日行こう。渋谷に行きましたけど、高田馬場とあと吉祥寺にあって、シーマのね吉祥寺行ったことあるんだよね。なんか私これ食べたことあるって思って調べた、吉祥寺にもあって、吉祥寺私行ったことあってずっと探し求めたの、これが食べたくて。吉祥寺のお店が思い出せなかったの、ずっと。なんか誰かと行ったから自分あんまり知らんくて、であの店は何だったんだろうってずっと思ってて、それが大学1年生だから19歳ですよ、5年前ですね。でもうずっと探し求めてたのがチェーン展開してたの。うん、そうなの。まややっほ、うん、精神年齢も全部私の方が全然上。うん、気分転換で出かけようかなって思って落ち着いた。いってらっしゃい。なんかね11時めっちゃ混むと思って11時に行ったら、そんな混んでなかったから、お客さん誰もいなかったです。12時まで自分だけ乗った。うん、そう、そう、運命の再会を遂げてきた。そうで、ちょっと待ってね、何だっけ、何屋さんだっけ、ちょっと待ってね、保存してるんだよね。あった、ね、待って、読み込みが
え、そうそう、高田馬場と渋谷と吉祥寺にあるなんだけど、肉ドレス海鮮丼、肉ドレス海鮮丼っていうお店、うん、そうなの。ももちゃんはね、今ね20歳かな、4月13誕生日だから21になるのかな、だよね、サンコさん、うん、あ、サラサラ太郎のジョンタナ撮ってありがとうありがとう。そう、肉ドレス海鮮丼、うん、3.42 って高いよね、結構、うん、髪質え、全然似てない、なんか妹の方がなんかわかんない、私がカラーを意識しすぎてるから結構なんか私は青系を入れるんだけど、妹は結構ピンクとか紫とか入れるから全然色も全然違うし、うん、大学3年じゃないかな今年ね。あ、さらされたの。うん、美味しかったよすごく。で、違う、今日さ、あのもう秋葉と池袋にいたわけなんだが、あの池袋のなんだっけ、サーモンパンチ行こうって思ったんだけど、さすがにちょっとお腹いっぱいになった。で結局うどん食べて帰った。何やってんの？え、なんだけど、ブシロードショップ行って、でなんだっけ、あの秋葉カルチャーズ劇場の上のところの羅針盤行って、で K-BOX 行って、セガ行って、全部一人ね。でアニメーター行ったんだけど何も買わなくて、なんか新聞の欲しいものがあるんだけど全然売ってなくて、それがでアニメーター3件もあったのに売ってなくて、やばいって感じ。うん、一人、妹バイトだったから渋谷でバイバイして、その後秋葉行って、でなんか山の下一周してた。で池袋行って、うん、で池袋でアニメート行って、でそこもなくて、で結局島の自分にあの誕生日プレゼント買ったピントさんで、うん、会社できる3回しも何でもですよね、売ってた売ってると思って、そうアニメ側行ってない、行ってないかな、行ってない、暇っていうか、なんか今月休み3日あって、昨日と今日とあと1日なんですよ。でその3日間の1日、昨日は本当に疲れて寝ちゃったから、でも4月中にやっぱ自分のタンプレも買いたいしと思って、もうあ、今日しか行ける日ないって思ったらもう回るしかなかった全部。うん、もう大変だったよマジで。でももう行きたいとこ全部行けなかった。乙女ロード行けなかったし、全然池袋乙女ロードはもう断念しました。あ、もう無理だ、私これ行けないわ、疲れたと思ってえ、たまごっちは普通に世話してるよ。うん、ずっと餌あげてる、ずっと餌、ずっと餌そう、そこで塩の話してくる。本当ですか、ラジオ空港行ってない。うん、帰ったの何時、何時だろう、何時だろうえ、値上げするんだ、45分びっくり、45分っていう感じで下の記憶を積極的に動いてきましたけども、え、正直な話5月休み確か0日なのね、確か0日、いや微妙にあるとは思うんだけどって感じだから、これ多分もう5月31日まで池袋と秋葉は多分も絶対行けないと思うんだけど、行ける機会はもうないです。楽しかったです。うん、今度は島のインターネット教えてください。今教えてあげるよ。まず渋谷に降り立ち、シームのはで渋谷で海鮮肉ドレス丼を11時に食べて、11時45分に出て、で109行って、で109行った後にアニメントの前でアニメントの前であのダイソー行って、でアニメート行って
ってその後秋葉行ってセガのこうやってセガの入り口こうやって覗いてこうやってなってで食べ子動物今あるんだなっつってでも取れなさそうとか全部諦めてでブシロンドショップ行ってケーボックスか行ってで問題受け行ってない。うん、そう疲れた、めっちゃ疲れてるよで渋谷までは妹がいた。うん、秋葉から一人で、マジでマジシュッシュッシュって感じ。滞在時間マジで短い。もう本当にもう見たいとこしか見ないから、もう見てあないないない、はいはいはいって。ちなみにね、今大鳥エブちゃんのお団子の缶バッジが欲しくて探したんだけど、どっこも出なくて、マジ でバリバリに高くなってんの。値段めっちゃ上がってて今からこんな目、それで板枠見たくてめっちゃオタクなこと言う。そう、うん、アテの近くはセガが名前変わって、あー名前変わったよね。アニメと出て、アニメと出てるのかな、いやわかんない。あれなんか気づいたら出たのグッズが、でいやこれ欲しいと思って、でオートリールちゃんのアクスタが欲しくて、私で3件もあったのアニメと。いやマジで売ってなくて、マジで可愛いの。もうなんだろう、なんかね鹿みたいな、なんかトナカイみたいな頭で、なんかクリスマスのねお洋服着てるんだけどクソオタク。だから AG 明日よろしくお願いします。明日来てくれるんですか、お待ちしてます。うん、オートリエムちゃん、オートリエムちゃん好きなんですよ私普通に。コアネちゃん推しで、エムちゃん普通に好きで、顔とかがめっちゃタイプで、で今回の美女やばいよくって、で今回の美女だけ収めたいみたいな、なんかないですかそういうの。なんか推しはいるけど、なんかこの美女はいいみたいな、この子のこの美女めっちゃ好きだからこれだけ欲しいみたいなっていうやつそうなんです。シワの倒せなくて分かんないそういうことがあるんですよ。そういうことがあって、いや可愛いのって聞いて、好き好き好き、いやいやいや。魚さん400回目ほぼありがとうございます、ありがとう。それだけだと DJ って怒るの、いや違うじゃん、そうじゃないじゃん皆さんハートありがとう。やべ今日薄、化粧薄めなんだけど分かった、ねどう今日薄くない、なんか最近濃くなってきてたからさ薄くしてるんですよ。今日の服紹介してないです。これがこの洋服どこでやったっけ、アルシーブだ、アルシーブの洋服に、アルシーブの洋服に、この中がナイスクラップのインナーです。で、ズボンが GU の、EV のパジャマですこれ一応ワンピなんで、一応スカートもついてるんですけど寒いのでズボン履いてます。うん、クレーンゲーム苦手、私もあんま得意じゃないけど、なんか諦めるコツ、諦めるのが一番大事。下はパジャマ、これは普通になんかすごいでもネグリジェっぽいよね、ネグリジェっぽいワンピースです。っていうのはサイズいくつの、これね M かな、 M サイズ、でも本当は S サイズです私の体は。はい、 A 流れ星ありがとう、ありがとうございます。で N シェ花束ありがとう。なんか下はパジャマってなんかなんていうの、あのさよく JK がさ制服の下にさジャージ履くやん、なんかあんな感じそう、うん、L の T シャツ、T シャツはね L サイズってか、なんかダボってしたのが好きだから、か私本当は S サイズなのに M とか買っちゃう。全然鬼滅 T は全部 L で買ってます、 L か LL で買ってます。うん L とか全力、てか今日ぐらいじゃない、今日いつもパジャマやん、てか本当パジャマ着てたんだけどさっきまで着替えた。イノちゃん結婚してありがとうございます。
手が高いも大きかった。そうなの、大きいのが好きなの。そう、うん、パジャマあれ着てたの、あの水瀬さんとお揃いの服すぐ着たから。あ、そうだよ。待って、話したいこと全然あるのにもう配信終わっちゃうね。え、シエモの本当にやらかした話したいんだけどさ、いい？酒井くん、あんたありがとう。シエモのマジでやらかした話、もうね、本当に絶望したんですよ。自分に絶望した話なんですけど、あの内田真さんのことすごく好きで、で内田真さんがなんかヤンヤンヤーマイヤーライブみたいなやってたの、なんか東京と大阪で。でそれのグッズをね、あ、通販、自己通販出たら買おうって思ってワクワクしてたんだけど、もうホクホクしてたんだけど、なんやかんや最近さ、ちょっと忙しくてバタバタしてたじゃないですか。全然おたかせできてなくて、で昨日の夜に、あ、そうだと思ってグッズの通販そろそろ始まってるかなって見たら、受注受付31日で全部終わってて、もっと頭抱えたの。とりあえずなんか受注じゃないやつだけ買おうと思って、あのタオルと、あと缶バッジだけはね抑えたんですよ。あとキーホルダーも抑えられたの。キーホルダー抑えられたんです。あの大阪会場のキーホルダー抑えられてね。東京無理だった。東京、神奈川のピンクのやつはもう売り切れだったけど、もうね、発狂、夜中にやばいっつって、そう、あ、いらっしゃい、誰も300回ありがとう。でもね、やばいっつって、ネット限定も売り切れで、でもね、ほんと頭抱えたんですけど、あのどうにかあの注文できて、昨日の夜中にね。で今日の7時8時ぐらいに、あの出荷しましたって連絡来てて、あーって思いながらまたね、クッション欲しかったの、マヤさんの。何やかんやね、そういうの欲しいからさ、お宅だとさ欲しがるじゃん、手に入んない。もうね、それはね、受注だった、もうショック。うん、けどまあとりあえずタオルはね、もう抑えられたから。パンフも悩んだの、パンフレットどうしようかなって。もう前さんね、一応なんか雑誌出すんです、雑誌の表紙だから、次が、まあ、そっち買おうかなって思って、とりあえず、うん、マジでやった本当に。でも紙類あんま見ないからさ、もうちょっと今しゃあないかなと思ってね。でもこれから先またあったら、いやでもね、すっごい後悔したのは、やっぱ T シャツ買っときゃよかったかなっていうとこそう、うん、マジで可愛いの、前さんのなんか絵が描いてん。でもとりあえず缶バッジ抑えられたから、前さんのリュックに缶バッジつけて、であとキーホルダーもあるからキーホルダーもつけて、もう内田前陽太みたいな感じで好き行こうと思って。うん、ヌシンだるまさんありがとう。うん、あー好きっていう感じ。いやでも昨日思ったね、あ、やっぱ萌えさん好きだわと思って、やっぱ一番好きなんだよね、声優さんで。うーん、なんやかんや、いろいろね、水瀬さんも好きとか言うけど、水瀬さんも好きだけど、好きですけどね、好きですけど、なんかもう萌えさんってやっぱ別次元なんだよね、私からしたら惚れたかけない、恥ずかしい、かけないとか言っても書く準備とかしてんだよ、めっちゃおもろくない？レターセットとか買ってんの。いらっしゃい、だるまさんありがとう。うん、そうか、私ファンレターくださる人って本当にすごいなって思うの。うん、私はね、まあ、出すけどね、出すは出すけど、そう、いや、ありがたいなって思います、本当に。55分、あと1分経ったら教えて。うん、まあでも水瀬さんのファンクラブは今年中に入ろっかなってちょっと悩んでる、なんやかんや好きだしツアー決まったら入ろっかな。うん、たくありがとう、ペンライト。うん、ネタ字が汚くてタイピングのがいいのかな、どうなの、みんな的に。え、みんな的にさ、手書きとタイピングどっちがいい？え、もらう側としては別に気持ちがこもってるのはどっちもいいと思うんだよ、私は。いいんですけど、え、どっちの方がいいって聞くの違うよなうん、暇なクッキーぶら下げてて、みんなにその子が多いねって言ってもらって、嘘、言ってもらえるの。いや、ありがたいの、本当に優しい人ばっかで。うん、そう、暇な、うん、何がいい、手書きみんな手書きの方がいいって思ってるいや、
あのさ、手書きもめちゃくちゃ大変だと思うけど、でもタイピングの人もいる中でタイピングの人もすごい書くのって大変だと思うんですよ。だからどっちも気持ちがこもってると思うから、なんかどっちもいいと思うんですよ私はね。うん、手書きの方がいいのか。手書きね、わかりました。あ、手書きで書きたいと思います。皆様に教えていただくファンレター講座。手書きの、いや、わかる、めっちゃ大変だよね手書き。でもさ、なんかペンとかで書いたりした方が良かったりとかもするのかなとかいろいろ考える。でもあの鉛筆で書いてくださる方もいるし、でもそれもそれでまた味があってすごく好きなんですけど、なんか間違えたら結構大変そう今お高いしてるからみんなでいろんな分野に対してのお高いをありがとうございます。自分の切り抜き、それ殺人予告じゃん。じゃあそれで13位からいきます。ジンタン、明日楽しんで来てね、ありがとう。で12位がジャンタナ、ありがとう、さらされたのありがとう。11位がドラッキー、ガチ恋からこれからも好き言い続けるね。懐かしい、このシーマの、このシーマの可愛くない、ありがとうございます。そして10位がキヨタン、シマナちゃん大好き、もありがとう。で9位がのぎざり、ありがとう、ありがとうございます。そしてあ、変わっちゃった。ミヤラン、幕張、日曜4枚追加だった、ありがとう、よろしくね。そして12位がキヨタン、シマちゃん大好き、もそして11位がゴギザリ、そして10位がタナキ、そして9位がレバン、明日のライブイコールもみじまんじゅう8位がリンタナ、ありがとう。7位がです、誰だです、あ、ピラニー、ありがとう、ありがとうございます。びっくりした。そして、ねえやばい顔、サンプルが切れてる、ちょっとポーセブンの写真可愛すぎて注意したかもしたね、それは、ありがとうございます。そして5位がトモジン、ありがとう、ありがとうございます。で4位がイノシュン、イノシュンありがとう。あー持ってるね、あのちゃんと打ち合うとか忘れないようにね。そしてじゃん、3位がユッピン、甘やかしてくれてありがとう、サク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 、ありがとうございます。でじゃん、2位が新物好きです、かっこ仮予定、わかんない、解明したら変わるからね、よろしく。ズキ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 、髪の毛なくなりました。でドゥルルルドゥン、1位がとも、何やかんや新物好き、何やかんって何、何、いろんな遍歴を辿ってきたな、もしかしてとものことは大好きね私はありがとうございます。イエイ、ツン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 、ズシキャーン、ポン、カフェラテ飲む、今日は一緒に夜更かしするかありがとうございます。ギュッ、バチ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 、疲れたありがとうございます。15秒、結構やるやん、いい感じ。いちご、こんばんは。ということで、え、待って、ピラニーだね、ごめん、これできなかった、できるね今、やっちゃおうで、いけるかな。ピラニーの1枚残っとんのよ。コピロンすごいけどね、忙しいのかな今日、忙しいのかな。書いてきたんだよ今日、見て見て、すごいの、2ページにあたって書いたんだけど、これめっちゃ塗ったの、見て、水彩画みたいなんで、ね、すごない？ちょっと頑張ったんだけどということで、まあ、また来たらね。でピラニー2月の16日のあのあれだ、間違えて投げたんしてたやつ、うん、ちゃんとラマナ、ありがとう。あ、ダメだ、明日、あ、また9日バイバイ